うん。どれも変わんないね、電池切って。うん。あ、ヒーター1にして。熱い。ございます。大晦日です。ところがですね、なんと今日は小鳥さん、小鳥さんは昨晩より、発熱をしてしまいました。大丈夫ですか、うん、というわけで小鳥さんは今日はお休みですね。ちょっとね、咳も出てますが、まあそんなにひどくはないので一日で復活するでしょう。八幡平市田山スキー場ほぼ貸し切り地元のレースの子たちだけですね、いるのは。それ以外ビジターは私たちだけです。まあ雪もね、あまりないので数本楽しんでいきたいと思います。やばい、過去最高にローカルなスキー場にやってまいりました。なかなかです。朝一番のリフト乗ってるんですけどね、誰も滑ってません雪も、かなり少ないですが、せっかく来たので楽しんでいきたいと思います。まあ今日はね、ここは3本ぐらい滑ったらいいかなって感じです。持続可能な未来を作るためにこういったちっちゃいスキー場もエントリーしています。天然パーマライフ。リフト2機もあって、しかも全部急車、なかなかテクニカルなスキー場じゃないでしょうか。楽しみですね。ありがとうございました。さあ続いて第2リフト上がっていきましょう。ゴー、お願いします。よいしょ、ゲロー。いやいや、おじさん、俺たち2番乗り行きましょうか。タイマスキー場貸し切りだぜ。この景色をご覧ください。素晴らしい。この広がる低い山々の中にポツンとある超ローカルスキー場ですね。葵さん、こういうスキー場滑れて幸せなことだよ。葵、おスノボだ。俺たちも負けねえぜ。向こう側ね、ちょっと見えにくいと思うんですけども、ジャンプ台があります。スキージャンプ台ですね。ここスキージャンプの練習でも地元では有名なスキー場だそうです。すごい。見て、青汗ついてる。あんな風にやるんだ、怖っ。ありがとうございました。よし、待って、俺の後来い。おっとっと。さあ、眼下はあれ東北道ですね。行くぞ、カモン。一瞬で終わった一瞬で終わりましたね。青ジャンプポイント、いいよ、イエーイコンディションはですね、ひどいですね、かなり。青、向こう行って、向こう向こう向こう、雪がない、ここっていうか絶対土を踏まないように滑りましょう。思いっきり滑れない、イエーイ。葵さんはあと何本滑りたいですか。これを最後にしましょうか。
今ちょっと足が痛いね。ガリガリガリゴ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 リで土いっぱい出てるね。まあまあでもいい思い出、田山スキー場覚えておいてね。イエーイ、オッケー、よし青池後ろからついてくる。すごいパウダーすごい、どこにあったのパウダーすごいパウダー、もうバフンバフン。今日の田山スキー場はおしまい早い45分で終わった十分楽しんだ。天然パーマあ、秋田入りました。何もハンゲ。いけんな、お前。何もたまんの。これで、今回の旅、千葉、茨城、福島、宮城、岩手、秋田、6軒目ですね。八幡平ポークの直売所に来ました。地元の食材をゲットしていきたいと思います。あ、車中泊のハイエース発見。宮城だ。八幡平ポーク、これそうだよ、ほら。川駐車場が広い。葵寒くないの、その格好で。お前タイツ。またタイツボーイ。道の駅数のレストランがありますね。今日のランチはここ、みたち。呼び込む。鍋焼きうどんととろろ飯セット、いただきます。葵はラーメン。葵はラーメン。まずはやっぱり鍋焼きうどん。なんかこれにいちいち取るのめんどくせえな。うまい、スープがうまい、とろろご飯すごいしそう、うまい。ごちそうさまでした。さて、お昼ご飯を食べまして、ここからですね、一気に、日本海側へと横断していこうと思います。今日は31日大晦日なんで、新年はやっぱりですね、今年も海で迎えるっていうね。去年も青森港フェリーターミナルで新年海で迎えてますから、今年も、日本海側で新年を迎えようと思います。なんと私たちは今雲の中を走っています。視界不良です。私たちスキートリップしてるはずですよね。そうですね。まるで雪がないどころか工業団地地帯に来てませんか、私たち景色が昨日までとはまるで一変しましたね。今夜の寝床はこの先にあります。あ、でも行けないもんね。あれトイレ、あれトイレですね、あそこすごい寂しいところですね。そうですね、ただもうすぐそこが海なんですよ、目の前。あ、本当、はい、すごいとこ来ましたね。はい、では今夜の宿に到着しました。浜名湖展望台ですね。正面に見えるのはこれ展望台です。ちょっと薄暗くて分かんないけどね。そのすぐ麓の駐車場がこの大晦日新年を迎える駐車場でございます。それでは夜ご飯にしましょう。はい、そういうわけでかちゃん
大晦日で本当はね、今日は外食しようって言ったんだけども、家族全員が離れ離れになるわけにはいかない。というわけで母ちゃん今夜も、まあ、簡単にですが、夜ご飯お願いします。昨日も作った。もうエブリデイです。まだ外食、ゲレンデしかしてないです。今夜のディナー、大晦日ディナーですね。はい。まずは第1弾、八幡平ホルモン、そして豪華デラックスお惣菜セットいきましょう。これ、ドラゴンアイス、はい、ドラゴンアイ。では、2023大晦日、今年も1年最高だったぜ。乾杯。小鳥乾杯。ホルモン、八幡平ポークホルモン、激気デラうま。中国は肉も美味しいね。うまい。てん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 。寿司、寿司、食べたいね。いただきましょう。さあもう行きまーす。うん。美味しいよ。すごく美味しい。すごく美味しい、うん、じゃあ次は俺はこれでいく。アイスクライマー、アイスクライマー行きます。知ってる？うん、アイスクライマー2人、うん、もうちょっと、あれ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 、やばい、余裕だぜ青い。なんかブシュブシュ、イエスイエスイエス、会場壊そう、来いよ、カモン、痛い、あ、やばい、ステージ壊れる、イエースイエースイエース、あ、来た、ひたただ、行くぜ、メガクッパ、ニャラ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 、お、やばいやばい、よし、父ちゃん当たった、やばい、ひたただ来た、イエースイエースイエース、お、なくなっちゃった父ちゃん、今だ今だ、来た、ひたただメガクッパ、ほら、アンニャラー、葵さんと映画見てます。しかも映画はビートルジュース。知ってる人いないよな。さあそれでは年越しそばをいただきながら新年を迎えたいと思います。イエイ、毎年緑のたぬき、毎年緑のたぬき、いただきます。いただきます。あと、あ、でもあと4、5分で、うん、あと1分、うん、完全なる年越しそば、あ、うん、なった、ハッピーニューイヤー、あ、おめでとう、おめでとう、イエーイ、そんなのなの、よし、下がってきたぞ、うん、ほらね、さすが小鳥。